はい。じゃあ、お疲れ様でございます。気になる男のシリーズなんですけども、今回はね、あの、私の二つのエピソードを紹介して、その中から、あの、もし拾えるものがあったら拾っていただきたいと思いまして、えー、話を進めさせてもらいます。で、この二つのエピソードってのは、速可塾のセミナーのつかみでやるようなね、実際に私が体験したことと、あとは、その現場がね、結構リンクするんで、あの、リアリティが、あの、聞いてる人にも、 お湧き立つんじゃなないいかなと思いまして、えー、繰り返しお伝えしてるんですけどね、うん。で、吉谷さんとか奈美さんももう特にご存知で、で速下塾に関わる方で、まあ、ほとんどの方が知ってると言ってもいいぐらいのエピソードなんですよね。で、タイトルはそれぞれあります。一つはですね、旅行中のハワイで石を売ってお金を稼ぐって話です。これ私が22歳の頃の話ですよね。まだ大学生でした。大学在学中で、えー、就職先が決まってですね、 でその就職先が決まったスーパーの入社前研修ということで大学4年の冬12月にですねハワイに飛行機で行ってそこで10日間を過ごすっていうそんなね、えー、半分研修ほとんど遊びみたいなそんな10日間でございました、えー、その中でまずこの話からしましょうかハワイで石を売って、えー、お金を稼ぐ毎日2万円稼ぐって話ですけどね 当時大学生ですから、まあ、アルバイトをしながら旅行費用を貯めるわけなんですが旅行費用といってもね個人負担本人負担は4万円であとはお小遣いをいくら持っていけるかって話なんで、まあ、そうですね私の場合はお小遣い3万円と3万円作るのがやっとだったんで旅費の4万円作って7万円でアルバイト料をそこに追ぎ込んだって形になりますで残りの経費っていうのは会社が持ってくれるんでラッキーだなと思ってねパスポートを申請して行ったわけなんですがでも持っていこうお小遣いは3万円でしょ 当時のレートで1ドル105円だったんですよ。計算しやすかったですね。で、実際にその3万円をドルに交換した時の感動っていうのはね、まあ、今でも思い出しますね。で、ハワイに10日間いるわけなんですよ。で、同じ入社前研修を参加するメンバーっていうのは大体、ね、だいたいね50人ぐらいの大所帯だったんですよ。50人ぐらい来年になったら春になったら同期として入社する高卒組、大卒組と行くわけなんですけども、 まあみんなねハワイをほとんどの人が初めてで,ではしゃぐわけですよで建て前はあの私が就職したのはその時スーパーマーケットだったんですけどもアメリカのスーパーマーケットを学ぶことによって現場の自分たちが働く現場のなんか役に立てたいっていうことだったんですよねで一つは大型店舗っていうのが流行ってきた時だったんでそれを日本に導入するためにすでに営業しているえハワイの大英とかを見に行こうよっていうことだったんですよ当時は大がもう ショッピンングセンターの大御所でです、ね、もう今ではもう見る影もないわけですけども,もう日本中にねダイエっていうデパートがバンバン建っていってそこでスーパーマーケットとかね雑貨の部門とかがものすごい勢いを出していたわけですよ当時打ち越しセミナーっていうのがあって2兆円を売り上げたそうやったあコンサルタントの方がダイエの次に当時私がいた会社のコンサルタントに入ってくれるみたいなことがあってですね非常に沸き立ったわけなんですよでハワイに行って 研修という名の遊びをみんなでするわけなんですよ。社長や幹部の方もね、同行してくださって、当時社員が105人で、全社員がまだね、300人ぐらいだった時だったかな、全従業員が。まだまだ規模としては、店舗が10個ぐらいしかなくて、小さかった時なんですよね。まあ、現在では4 50店舗あるみたいですけどね。で、ハワイに行って、えー、自由時間ばっかりあるわけですよ。で、基本的に衣食住は全部会社が持ってくれるんで、ホテルに えー、まずは自分の部屋が10日間の部屋が確保されてですね、えー、それでそのほかに、えーまあ、食事は24時間自由に取れるところが設定されてたんですよですねあとは自分が興味があるところに勝手に出かけていってで興味があるレジャーをしたり飲食をしたりお店を回ったりとか買い物をしたりとかもう、まあ、自由なわけですよでそこで早々とね付き合い始める <laughs> 入社予定の女の子男の子もいるわけなんですけども私の場合は1人で。 あスキューバダイビング行ったりとかねそれの他のレジャー関わったりとか飲食店行ったりとかしてかすぐ楽しんだ末2日目で3万円のお金がなくなったわけなんですよ、まあ他の人もねみんなそんなにお金持ってきてなくて5万とか10万っていう重さもいましたけどもまあ3日4日したらなくなるわけですよねでちびちび使っていっ,っても全然楽しめなくってさすがハワイ物価は高いわけですよ私の3万円は2日目にしてなくなったわけですよ ででそっからなんですよね私が稼ぎ始めないといけないなと思ったのはハワイのダイヤモンドヘッドが見えるワイキビーチを歩きながらなんとか金になることはないかなとで当時ですから同期でハワイに来た他の仲間もねお金ないわけですよだから誰にも借りれないですねそもそもそんな仲じゃないしそこで初めて知り合うものばかりですからねあんまりだからお互いにまだ腹の探り合いの状態してるところで金貸してくんないみたいに言えるような関係でもないわけですよね で、プラス、当時まだ大学生で、ATM も今みたいに発達してないですから、当然、クレジットカードの1枚も誰も持ってないわけですよ。そういう時代です。当然、インターネット、スマホありません。携帯電話ありません。携帯電話なんてまだ遠い世界の話で、ショルダーホンという時代ですから。契約金が毎月10万とかね。で、肩から限る電話で、で、電波の可能エリアも少ないみたいなところで。で、コンビニもないわけですよ。 当時のお店っていうと、個人商店があって、で、呼び込みの人がいて、で、店はないけども、呼び込みだけしてる人がいて、みたいなね、結構ね、ジャンクなところでした、うん。で、観光客も結構引っかかったりとかね、例えば、写真撮らせてあげようとか言ってね、あの、肩に、あの、鳥を乗せてくれるわけですよ。で、その姿を写真に撮って、はい、じゃあ、あの、10ドルくださいって言われるわけなんですよね。うん、だから、観光客は、地元の人が気さくに近寄ってくれるから、あの、あ、なんか楽しいな、 英語喋ってみようかなって感じで好奇心とか善意で対応するんですけどもそれ全部後でお金をくれって言われるわけですよ <laughs> だからね結構もったくられるわけなんですよまあそれもね何か旅行の楽しみの一つでもあったんで例えば怪しい薬を買ってみないかとか言ってねバイアグラを勧められ,たりられたりとかそれからちょっとこっち来ないかとか言って、まあ、裏ビデオをね、あのー、普通のスポーツのリーボックとかいうパッケージに入れて。 これ持って帰ったら税関も大丈夫だよって言ね渡されたりとかね様々あったわけなんですけどもそれから射撃場もありましたねこれは民間の射撃場で観光客とか地元の人がこう、ね、銃を撃つ練習をするところで銃が固定されていてあの的以外人には向けられないようになっている非常にセキュリティの高いところだったんですけどやっぱそういうのもああの多くの観光客の方されてましたねで話戻ると、まあ、2日目にしてお金がなくなったわけですよでも楽しいことがいっぱいあるわけですよ で、ワイキビーチを歩きながら、なんとか金にならないかなと思って、その辺のゴミとかをね、見るわけなんですよ。でも、さすがにこのゴミをね、金することはちょっと難しいなと思うのと、そもそも、俺、この、現地の言語は喋れないんですよ。英語が。全然ダメなんですよ。で、そこで、どうやってお金をもらううん。記念写真を撮ってお金を返すって言っても別にカメラがあるわけじゃないし、これは原子もないし困ったなと思って、どうしようかなと思って歩いてたわけなんですよ。で、その時私がね、ちょっとひらめいたんですよ。 何がひらめいたかっていうと、週刊少年ジャンプの中で、コチカメっていうやつがあって、その、りょうさんっていうね、主人公がね、旅行中にお金がなくなっちゃって、すってんてんなっちゃうわけなんですよ。 で、そっからどうやってお金を作るかってところで、りょうさんがその辺の石を拾ってきて、これをラッキーストーンで売ろうとか言って、その石を売って、で、お金をちょっと儲けるんですよ。で、儲けたお金で今度はね、野菜を買ってきて、今度はね、お料理を作って、で、それを振る舞うわけなんですよ、地元の人。そしたらその代金をもらうってことで、どん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 お金を稼いでいって、あっという間に朝から始めた商売が夕方にはね、もうちょうお金持ちになってるみたいなストーリーで、同行した部長がびっくりしていて、お前すごいな、みたいな感じで、二人してすってんてんになっちゃったのに、あの、なんかね、 強盗に取られてステンテンになったのにちゃんと元通り新しい服買って新しいバッグ買って旅を続けるみたいなそんなところがあったんでそれをひらめいて思い出したんですよそうだ石を売ろうと思ったんですよその辺に石なら落ちてるんでねで石を拾ってきてでもこれだけで売るのは難しいなと思ったんでまた頭を働かしたんですよねその一つがどこで売るかって問題ですねどこで売ろうかって時にそのハワイのワイキキビーチじゃ個人商店でその屋台みたいなのがいっぱい出てるわけなんですよ でその中には当然営業中のところがあるけども今日はたまたま休んでますよみたいなところもあってそのたまたま休んでるところに勝手に、ね、行ってですね石を並べてそこで売ろうかと思ったんですよ、ね、そこまで思いついたんですけどもどこで売るか分かったでもどうやって売るかなってところで石っていうのはねこういろんな形のものがあるわけなんですけどもだいたいこのぐらいのね持ち運ぶような石の大きさにしたんですよね で、それをちょっとホテルに戻って、いろいろとね、なんかないかなと思って探したら、ちょっとホテルのパンフレットがあったわけなんですよ。観光案内の。で、それを見ていると、まあ、英語で書いてあるんですけども、なんとなく私の中学レベルの英語で解読できるのは、ハワイっていうのは、主に8つの島でできてるらしいぞと。8つの島に、こう、ぐるっと一周して楽しむプランがあるみたいだぞっていうのが、私の目に留まって、これだと思ったんですよ。この石は、幸運を呼ぶハワイのラッキーストーンで、 8つの島のそれぞれの特徴のある石を集めてきたんだよってことで、8種類のそれぞれの石を、特徴ある石を、こう、まあね、はったりでまとめたんですよ。で、それを、こういう袋に入れてですね。で、パンフレットがありますから、それをね、こう、小より状に切って、切った小より状、糸みたいになったやつで、こう結んだんですよ、こうやって。そうすると、パンフレットを切ったものですから、この英語のね、文字がいい感じなね、あの、デザインになって、 ちょっとおしゃれなおねほんとこのぐらいの大きさですお土産袋になってたんですよここに石が8個入ってるわけなんですよねで、えー、その説明文は何もなかったんで私が口頭で説明するしかないかなと思ったんですよさあそこでもう1個問題が残りましたそれは誰に売るかなんですよねだって英語喋れないんですよ私困りましたよね物を売ろうと思ったら呼び込みしないといけないし商品の説明しないといけないし価格をお伝えしないといけないんですよどうします 私はそこでね、またひらめいたんですよ。よし、俺は日系2世だと。もう日系2世のふりをしよう。だから片言の日本語を喋ろうと思ったんですよ。そして誰に売るか、日本人観光客に売ろうと思ったんですよね。ハワイには昔から日本人がよく来ます。当時も日本人の観光客は3人に1人ぐらいの高い割合で、えー、日本人がこう来るわけですよね。そこにですね、日系2世を扮した私が片言の日本語で、いらっしゃい、東京 福岡広島大阪いらっしゃいっていうふうに呼びかけたんですよねそうするとお日本語を喋ってる外人がいるぞみたいな感じで日本人観光客の方が寄ってきてくれて「ようって「日本語うまいね」みたいな感じで言ってくるんですよあ私ねずっとハワイに住んでるんだけどもおじいちゃんが昔日本に住んでたことがあって日本語を教わったんですよだから東京タワーとかも分かりますよ 仙台も分かります北海道綺麗なところみたいな感じでいろいろ言うと「あ俺北海道出身なんだよ」ここバカンスで来てんだよね」って言ったら「あ、北海道広くていいとこだよね」っていう風にお話をするとなるべく片言の日本語にして喋ろうと思うんですけどもだんだん滑らかになってくるわけですよねまあでも日系2世という形で喋ってる時に、うん、仲良くなるわけですよね結構ね雑談をまがいでで向こうも片言の英語を喋りたいしこっちも片言の日本語で対応するしみたいな感じでまあ割といい感じでお客さん集まってきたんですよね まあ、その中で、結局ね、いや、あなたは一体何をそこでやってるの何を売ってるのって聞かれるんで、あ、ラッキーストーン売ってるんですよ。これ、ハワイのね、8つの島があるの知ってますって言ったら知ったかぶりして、あー、知ってるよって言うんで、そこのラッキーストーンを集めてきて、8つのね、あのー、まとめたお土産にしてるんで、これを5ドルで売ってるんですよ。で5ドル、5、600円か安いじゃないみたいな感じで。うん、これ2個か3個持ってってってよ、みたいな感じで売ってったわけなんですよ。まあ、商売としてはこのパターンだけです。 だからポイントは、あの、日本人観光客に向かって売ったってことと、それから、ラッキーストーンっていうね、原価はその辺に落ちてる何でもないものだけども、そこに付加価値を私が与えて、で、しかも、このぐらいの大きさで、ちょっと買って帰っても邪魔にならないし、まあ、お土産っぽく見えるわけですよね。うん、で、価格も寝ごろと、5、600円という感じで5ドルですからね。 すごく求めやすかったんで、一人が1個2個買って帰るケースが多かったんですけども、大体それをやるとね、1時間で1万円ぐらい、20個ぐらい売れるわけですよ。だからそれを2時間ぐらいして、大体2万円から3万円ぐらいを稼いで、で、その日の私のレジャーの費用に当てたって感じですよね。で、翌日からです。最初からうまくいったんで、翌日からこう思ったわけですよ。7時から9時までこれをやって、あとはその稼いだお金で遊んじゃおうと思ったんですよね。 で、あとはね、あの、研修が終わる最後の日まで稼ぎ抜いていったって形です。毎日2時間だけその仕事をして、で、えっ、ー、と、販売して、で、あとは午後から自分の自由な時間を過ごすみたいな感じです。当然ですけども、5日目ぐらいになると、他の同期で来た研修生さんも、入社前研修の皆さんもね、お金ないわけですよ。で、そこを私分かってたんで、私はお金をね、貸すよとか言って貸してたんですよ、逆に。 いいよいいよって。あの、入社するときに返してくれればいいから、みたいな感じで、来年の春返してくれって話ですよ、要するに。12月に研修に来てるのに、入社したときに、まあ入社前研修だからさ、お金ないじゃんって。俺貸せるから大丈夫だよって言らね、みんなにね、5000とかね、貸してあげるわけですよ。で、返してくれるのは、あの、入社する4月の1日ぐらいでいいよっていうお話をしてたんですよね。まあ、そうすると何が起きるかっていうと、まあ私はそのハワイ研修で、 皆さんのためにお金を貸すっていうことでもう信頼関係が築けるのとその回収は4月でいいよっていうことでまた、あ、気軽に借りてくれるし恩を感じてくれるんですよプラスそういったエピソードがあるのは当然同行している社長以下幹部の人にも目に留まってね久保君なかなかやるねえみたいなどうしたのこのお金っていやそれで商売して儲けたんですよみたいなこと言うわけですよでその瞬間に、まあ、久保君は今度ね4月に入社式があるけどもそこでね 新入社員代表でスピーチをやってくれないかそこで話がまとまっていいっすよみたいな感じで「いやーこれ新聞もテレビも入るよ」って僕のすぐに有名になるよとか言ってねで新聞とかテレビにと出たわけなんですけどその何新入社員代表みたいな感じでこう私が勤めてた会社ってのは地元では結構有料企業でですねあのこれからあの注目される会社ということであの何全国初の24時間スーパーだったんですよね今ではもう一部上場企業になりましたけども本当にその時のあの 出発の段階でその会社がスタートする段階で私がね新入社員代表ということでインパクトを与えてで先輩社員からも結構注目されてお今度すげえ新入社員が来るらしいぞみたいな感じでもう待ち構えてもらったわけですよねでスタートがかなり有利だったですで他の女子社員からも人気がすぐ出ましたしねあの同期の女の子とかからで最初の私は入社1年目でもう全ての同期社員の女の子とみんなとデートしました。もう1日あの休日のたんびにアポを取って で人脈を広げていってちょっと話が長くなるんですけどもあの新入社員の女の子っていた先輩の男性社員かかからデートに誘われたりととお付き合すするんですよでそういう,ういわゆる先輩社員とのコネを持った女性社員と私もデートをするわけなんですけどもそうなるとね先輩社員上司それから幹部の人の結構ね女性関係の裏話がその女性社員を。 経由して私のところにもたらされてくるんで、いわゆる先輩社員とか役職社員の弱みを握ることができたんですよね。まあ、ガーシーみたいなもんです、今で言ったら。で、それをもとに私は出世のためにいろいろと作謀するっていう話なんですけども、それはまた別の機会にお話ししましょう。おかげさまで多くの人の弱みを握ったんでね、うん、かなりことを有利に進められたりとかして、あとはね、 そういったところもあって、ね、根っこを押さえてたんで一目置かれるところもあってプラス仕事も結構優秀だったんですよ、自分で言うのもなんですけどもねですぐにいろんなものを覚えてあのお客さんの心も掴んで目立っていったんであのそっからね7年弱その会社にいることになったんですけどももうとんとん拍子に進んでいったって感じですねあのいろんな選抜に、えー、もう真っ先に選ばれたりとかしてあの全てはねそのハワイで石を売ることでその エピソードが全部だったと思います。それをしなかったら多分ここまで祭り上げられてなかったんで今週の新入社員はなんかおとなしいねで終わったと思うんですよね一人だけずっと目立っていったってこととそうなるとねでも他の男性社員同期の男性社員に対しても結構支配力が生んでいて「お前久保の同期か?」っていうふうに他の、うん、同期の社員は言われたそうなんでだったら久保とつながってるんだったら下手に扱っちゃいけないなっていうふうに考えられていたそうなんですよ。 はい。ということでね、ハワイで石を売るって話を簡単にまとめさせてもらいました。また別の機会にもっともっと細かいことを話せればなと思います。そしてもう一つはですね、私が30を過ぎた時に、いよいよお金で行き詰まって、田舎で網戸を張り替えて1億円稼ぐって話ですよね。網戸の張り替えです。まあ、これはまた別の機会にしましょうか。まあ、次回の気になる男でもしましょうかね。網戸を売る話とかね。うん、これもね、あのー、即下塾の 最初のセミナーとかででよよく話をすするんですよで商売ってこういうふうに考えていくことなんですよっていうふうな私のエピソード例の中の一つですハワイで石を売ることと田舎で網戸を交換して1億円っていうのはねじゃあ網戸の話はまた次回にさせていただきましょうかということで今回の気になる男は私の経験から商売の発想っていうところでね研修旅行中のハワイで毎日2万円を稼ぐ石を売って金稼ぐっていうね ハワイで石を売るみたいなタイトルですかね。ま、いろいろつけましたけども、多分私の YouTube を探っても、ハワイで石を売るで検索したら出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。えー、ちょっと、ま、ああと調べてみます。はい。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。